こんにちは、ミスチーフチャンネルをご覧いただきありがとうございます。ミスチーフスタッフの金子です。今日はですね、そろそろ本当にアウターを買わなきゃいけないなと思っているあなたに、忘れてはいけない人気のダウンのブランド4分でご紹介していきたいと思いますので、ぜひご覧になってください。こちらご存知の方も多いかと思います、ナンガのオーロラダウンジャケットをご紹介いたします。こちらナンガ実はですね、ジャパンブランドということで、1993年に滋賀県で誕生したブランドになります。もともと羽毛商品を幅広く扱っているブランドさんで、例えばアウトドアのシュラフ、寝袋ですね、だったりとか、こういったアウター系のジャケットとかパンツとかいろいろ扱っているアウトドアのブランドになるんですけれども、そういった寝袋とかを作っているブランドだけあってかなりあったかいものになります。こちらの商品はですね、特徴がいくつかありますので、そのポイントを押さえてご紹介していきたいと思います。大きくポイント分けて3つですね。1つ目はまず入っているダウンですね。非常に高品質なダウンになっておりまして、こちら使われているダックダウンがですね、洗浄とか精製といって綺麗にして使うんですけれども、その綺麗にするところがですね、非常に高い技術が必要でして、国内でも、そういった高い技術を持っている工場で中のダウンっていうのを洗浄して使っているということなんですけれども、そこがやっぱり甘いとですね、ダウンが本来持っている温度の調節機能がいまいちだったりとか、あとは天然のものなので、匂いがちょっとあったりということもあるんですけれども、なんかのダウンは非常にこだわって作っていますので、そういったことも少なく非常に品質の高いものとなっております。そしてダウンもすごくモコモコですね。760フィルパワーと言われる、かなりこうモコモコの高品質と言われるランクのモコモコ具合になってますので、非常にこうあったかく着ていただけます。そして2つ目がこのナイロンなんですけれども、オーロラテックスと言いまして、透湿防水性の高い素材を使っています。透湿防水なので外からの水は侵入しないんですけれども、中からの湿気っていうのは出してくれますので、水に強く蒸れにくいという、そういったナイロン素材を使っています。そして3つ目がデザインですね。普通のダウンってこうモコモコ段々になってると思うんですけれども、こちらのオーロラダウンに関しては内側にこうやって段々のモコモコがついておりまして、外側はスタイリッシュなこうナイロンの素材になってますので、こう着た時に結構すっきりした印象になりますね。そして今年からですね、オーロラダウンジャケット仕様が変更になりまして、胸の部分に何かのロゴが入るようになりました。前シーズンのモデルはここは何もないタイプだったので、スッキリはしていたんですけれども、これもまたかっこいいポイントかなと思います。そしてオーロラダウンジャケットにはですね、通常のこのフードのタイプと、スタンドカラーといいまして、フードがない襟のタイプっていうのもありますので、こちらはですね、お好みの方を選んでいただければいいのかなと思います。というわけで、なんかのオーロラダウン、他にもおすすめしたいポイントはたくさんあるんですけれども、大きく分けると、個人的にはこの3つがおすすめポイントかなと思いますので、この3点を押さえていただきたいかなと思います。ちょっと時間もありますので、サイズ感ですね、試着してみたいと思いますので、そちらもご覧ください。いかがだったでしょうか。今回ご紹介しましたナンガのオーロラダウン、実際に自分も着て分かったんですけれども、かなりあったかいですね。他のブランドでもダウン今人気はありますけれども、こちらの商品はですね、非常に品質も高く、国内製造ということもありまして、かなりおすすめできるダウンジャケットかなと思います。ぜひダウン検討されている方はですね、ナンガのオーロラダウンも候補に入れていただければなと思います。本日のミスチーフチャンネルは以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回のミスチーフチャンネルもお願いいたします。